おはようございます。あ、タマ、いらっしゃい。いらっしゃい。今日も仕事ですか。これ、お願い。はい。あ、見たよ、駅前のポスター。あのイベントお前資金だろ。あれ来月なんで、よかったら見に来てくださいよ。行く行く。あ、あれでしょ、なんだっけ、あのヘリウサギ、あれイメージキャラクターなんでしょ。ええ、なんかさ、ほら、あの グッズとかないの。もう あったらちょうだいよ。え、もうこれ持ってたらさ、もう女の子にモテんだもん。いい歳して何やってんすか。あれ、カノンさんは。あ、これボビー・ヒューイのファーストですか。さすが笠井さん、白いですね。笑ってくれると思ってましたよ。ああ、これこれ。ああ、これね、確かうちにあったんだよね。じゃあボビーに。お、ボビーのサウンドに乾杯。お疲れ様です。はい。誰ボビー知らないんでしょ。もうそれは売ってないんですよ。ええ、シリアも売ってますね。よく手に入ったね。いや、大変でしたよ、それ探す。お待たせしました。ありがとうございます。この曲、いいですよね。これですか。うん。あ、じゃあよかった。好きですか、こういうの。こういうの好きです。ボディヒューイって、うん、私なんかね、あんまりよくわかんないんですけど、このアルバムデビューした。そうなんですか。さ、このバンドのベーシスト、来ちゃった。まあ、どこの上司も好き勝手言いますよね。玉並さんは飲まれないんですか。ああ、僕はいいんで。それ飲んだら帰ってくださいね。玉並さん、優しいですよね。結構飲まれたんですか。ああ、何かと飲んじゃうんですよね。そうなんですよね。男性の一人暮らしって不摂生になりますもんね。玉並さんも働き盛りですし、これから会社での責任も重くなりますよね。そんな玉並さんが全力で輝けるように、私もしっかりサポートさせていただきたくて。ああ、そうだ、玉並さんにとっておきの話があるんです。うちから出た新商品のグッデーというものなんですけど、こちら30代の男性向けに作られた商品なんですよね。それでこちらに三大疾病の備えってあるじゃないですか。おやすみなさい。なんすか。あ、大家さん。ありますよ、玉並さん。これゴミの日ちゃんと守ってちょうだい。あんたのでしょ、これ。いや、違いますよ。それに音楽もいつもうるさい。いい加減にしてほしい。すいません。あ、あ、これは違いますよ。
だこれ。すいません。今朝ちょっとまあいろいろとありまして。ダイレクトメールのラベル貼っといて。あさん。はい。はい。お、ありがとう。おはよう。ヘリウサギのプレゼン。まとまった？あ、はい。午後、クライアントのとこ行くんだろ？最終チェックしてもらいます。オッケージャイアントステップです。あ、はい、青井です。いつもお世話になっております。え、トップページでバグ？あ、それはあのフラッシュのパートですか？あ、え、今夜まで？はい、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 わかりました。はい、すいません、失礼します。昼飯行ってきます。青井さん、俺手伝いますよ。ああ、いいいい、自分でやるから。
大丈夫大丈夫。フラッシュのバージョンが関係してて Mac との互換性ってことはありませんか。おお、ありがとう。礼には及ばない。あの、なんだ。あなたは一体何なんですか。いや、そういうことじゃなくて、あなたは一体何者で、どこから来て。決断のリミットまで3時間だ。ジャスティス。あ、ちょ、もしもし、もしもし。いらっしゃい。あ、ハーパーダブルで。あれ、ビールじゃないんだ。うん、ちょっといろいろあってね。あー、すいません。あ、この間のボビーヒューイの人ですよね。ええ、そうっすけど。私今日セカンド持ってきたんです。 CD だけど。マジっすか。あ、本当にお願いしちゃっていいんですか。いいっすよ、やりますよ。それぐらい結婚パーティーの招待状ぐらいすぐできますよ。でも悪いな。いや、遠慮しなくていいっすよ。いや、本当に。いや、本当ですよ。アンナさん、これタマちゃん作ったの。うそー。ほんと、こう見えてさ、デザイナーなんだよね。こう見えてどういうことなの。あ、いや、あ、こんなんで良ければすぐできます。すごい。あ、なんか他に要望があれば、あの、言ってもらえれば、あの、こうしたいとか、ああしたいとか、あれば言ってくれれば。なんかすいません、おごってもらっちゃって。うん、だってお願い事しちゃったし。いやいや、あ、俺んちこっちなんですよ。あ、そうなんだ。はい、じゃあ、また。あ、じゃあ、また。家に寄って行きませんか。ん？あ、よかったらと思いまして。友達の新婦さんはどんなのが好きなんですかね。彼女はね、結構可愛いのが好きだからな。可愛いのさ。うん、中学校からの友達なんですよね。そう、すごい付き合いが長くてね。それは大事ですね。だからなんか、大変な頃いいの作ってみたいなと思って。あー、これ、これなんかいいかも。ね。ほら、あ、すごい、いいですね。来てるね、帰ってください。すみません、玉奈美さん喜んでくれると思って。は？
何言ってんすか、非常識でしょ。ごめんなさい、あの私遅くまでお邪魔しました。いやいや、ちょっとアンナさん、あこの人は保険屋さんなんで気にしなくて大丈夫ですよ。いやいやいや、ちょっとお休みしてください。いやいや、ちょっとすいません、そんなつもりじゃなかったのに。玉波さんのために見積もりまとめてたらこんな時間になってしまって、少しでも早く見ていただきたくて。この時間なら会えると思ったんです。ご迷惑でした。あ、いや別に大丈夫です。よかった。せっかくなんで見てもらえます？契約書もお持ちしたんです。契約書？スクープタイミングだ。13時間経った。ヒーローになるか？ Yes or No？ は？誰にも信用されない、当てにもされない。ダイレクトメールのラベル貼っといて。取るに足らない自分を大きく見せて。あ、こんなんでよければすぐ。いざとなると逃げ出すことしかできません。ひぐめしに行ってきます。ごめんなさい、ごめんなさい。やめろよ。もうやだ、助けてよ。もうやめろ。無理無理、お前みたいな腰抜き野郎ヒーローなんかなれるわけねえだろ。うるせえ、黙れ。なってやるヒーローに。責任も重くなりますよね。今まで彼女が言ってきたことはお前を思い当たるようで、全ては彼女の欲望、つまり偽善だ。そんな玉波さんが全力で輝けるように私もしっかりサポートさせていただきたくて。
なんか必殺技とかないの？ああ、しばしお待ちを。待てまい。さんが喜んでくれると思って。というか、石井さんに何が起こったんですか？あのゴーグルは、人間の奥底に眠る悪意を具現化してみせる。今回お前は、彼女の偽善に正義の鉄槌を下した。これで彼女は、本物の善意に目覚め、まっとうな道を歩む。はあ。お前はこれから、この世にはびこる悪意を根絶やしにする。え？それが、ヒーローの使命だ。ちょ待てよ、なんで俺が、意味わかんないでしょ。そんなたまなみさんは全力でヒーローになれるように私がしっかりサポートします。え、失礼、私がしっかりサポートする。おい、ちょっと待てよ、今の無理無理無理、お前みたいな腰抜き野郎ヒーローなんかなれるわけねえだろ。まさか。ちょっと待てよ。はい。はじめまして。お休みのところ申し訳ございません、はい、私、近代生命の金子と申します。あれ、あの前任の石井が退社いたしまして、今日は引き継ぎのご挨拶に伺いました。辞めちゃったんですか？なんだか仕事のやり方を見失っちゃったとかで、お客さん思いの努力家だったんですけどね。 あのここだけの話なんですけど、はい、彼女5歳の子を女で一つで育ててるんですよ。え、急に仕事辞めちゃって大丈夫なのかしら。いや、それでは今日はこれで、何かあったら何でも連絡くださいね。あ、はい、失礼いたします。どうもありがとうございました。失礼します。もしもし。あ、アンさん。あ、どうです。ええ、大丈夫ですよ。あ、この間すいませんでした。ええ。え、今夜ですか。暇す。ええ。はい。あ、いいですよ。あ、じゃあ、デザイン持ってきますんで。いや、大丈夫ですよ。ええ。あ、じゃあ、いつものフラットで。ええ。